東京はえー、青山南青山になるのかなそこでそのレストランをやってる男がおりましたまあこの男とのもともとのその、えー、出会いというのもですねちょっとなんかちょっと因縁めいたものが、えー、あるといいますかですねうんまあ俺の、えー、近しい友達がなんかちょっと怪しい うん。なんつったね。無限連鎖を連想させるかのような、そういうそのものに、こう、はまりかけたことがあるんですね。で、まあその時にですね、そのシステムっていうのをちょっと説明してもらいました。ね。 自分から何だめまではこうで、そっから下はこうで、こうでこうでって、そっから下はずっと無限に入ってくるなんていう。そんなことを聞いたもんですがね、それはおかしいだろうと。無限に入ってくるのはおかしい。それはもう無限連鎖禁止法というのに、ね、それに引っかかるわけだからということで。ちょっとその、えー、自分の上にアップというね、その自分の上にいる人と会いに行きました、俺がね。うん。すると、うんいや、 入りますよ。なんて言うんですよ。ヘリで。わかりますか要は、その、ネズミ座の方式で収入が入るという例のあれですね。うん。で、その、まあ、実際にそれを会いに行ったんですけどね。そうすると、いや、入りますよ。うん。あの、だってどう考えたって普通入るでしょうって。いや、どう考えたって入るでしょうって。恥だめで止まることになってるでしょうって。うん。そう言っても。いやいやいや、あのー、それが入るんですよ。 わけのわからんことを言い出してですね。まあ、そんなときに、うん、まあ、たまたまそこで知り合ったのが、その男でございました。うん。で、いや、中村さんとおっしゃるんですね。いや、来てくれてよかったですよ。で、僕もね、すっかりちょっと騙されるとこでした。なんて言うんで、あんた誰ですって。うん、<laughs> いや、あの、さっき一緒にいた、あそこに会場にいたもんなんです。 あ、そうですか。ああ、そうですか、そうですか。いやいやいや、あの、別にその場は荒らしに行ったわけじゃないんだけどね。そうじゃないんだけど、うん。まあ別に大きな声を張り上げたわけじゃないし、うん。うん、個人的に話をして、なんとかちょっとこれはやめさせますからっていう。まあ、そんな話でね、行ったというだけのことだったんだけど、それをもたまたま聞いてたんでしょうね。恐ら横でね。そしたら、いや、よかったですよって。いや、俺も引っかかるところでした。なんて言うんで、 えー、知り合いましたそれと、あんた何やってるんですとこう聞いたら、いや、僕、実はレストランやってまして、と。ええー、そうなんですか。えーど、どういうあの系統のって。いや、もともとはね、僕は、えーまあ、フランスに何年か、イタリアに何年かっていう感じでね、ちょっと向こうで修行をしまして、で、え、フランスとイタリアにそれぞれ、主 <laughs> 婦に引かれたんですか。 フ,フレンチイタリアンとかいうそういういやいやそういうことじゃないんですけど無国籍の創作料理という感じかなどっちかっていうとうんまあもちろんイタリアンもフレンチも作れるんですけどねだけどなんかそれにこうシャッチってしまうのがどうしても日本に来ると例えばイタリアンなんかの場合すごく、うんうん、なんか襟を垂らしたものになっちゃうじゃないですか。 だけど実際はその現地でね本当にそのレストランイタリアあたりでレストランに入ろうとするともう普通にもっともっとカジュアルでもっとこうライトな感じなんですよねそんなに、まあ、もちろん高価な店あります日本だってそうでしょだって食堂があって料亭があって割烹があってってそのあるじゃないですかそれと同じでやっぱり向こうにもそういう景色ってのはあるんですけどでもうん日本でそのイタリアン っていうとトラトリアなんとかとかねーかねうんんなそういうすごく、うん、お金もかかるしみたいなだからそれがねちょっと嫌でねなので、うん、好きな時に好きなものを作って食べさせてあげたいなというまあ一応メニューにはいろんなものを何でもできます何でもおっしゃってくださいみたいなことを書いてるんですけどそんなこと書いちゃってるんですかえすごいな今度行ってみますねっていうんで付き合いが始まりました。 ところがですね、本当にこの男、それからっていうもの、どん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 、その、えー、仕事の幅を広げていきまして、それで、うん、いつの間にかテレビであるとかなんかにも出るようになりまして、で、うんなんか、FM 局でなんかそこの、えー、ねえ、アナウンサーの子が食べに行ってるって。そんなの、ラジオで、ラジオで食べてるとこやったってしょうがねえじゃねえかって。 思いますけどねだけど、そんなのやったりとか、まあ、いろいろ本当にこう取り上げられるようになったんですね。だからもう、俺なんかが遊びに行くって言ったって、行ったっても席がないんですよ、本当に。ね。かといってその予約してまでどうのって邪魔くさい話だしね、うん、たまに連絡来ちゃ、う今度の週末でも来ない席押さえとくから、ああ、悪いね、じゃあ行こうかなっていう感じで、えー、行ったり行かなかったりみたいな、そんなことが。 そういう付き合いでした。で、そんな付き合いを何年かしまして、で、ある、えー、日のことですね。そのとこから連絡があって。うん、今週もどう今週末。ああ、いいああ、じゃあ、なんか週末だって忙しいんじゃん。いやいや、いいんだ、いいんだ。うん、いいのいいの。大丈夫、大丈夫。来てちょうだい。分かった。って言って、えー、行きました。それで、その時にですね、 うんまあ、この男はいつもこう、ハマきをするんですね、仕事が終わってから、仕事中であるとは、仕事前は一切吸わないんですけど、仕事が終わってから、キューバの、なんだったっけな、な銘柄忘れちゃいましたけど、なんとかってハマキが好きで、えー、それをこう、プかッっとやるのが好きなんです。なもんだから、それいつもお土産に2、3本買っていくんですね、でその時もそれをこう買って持ってったんですけども。 いつもの駐車場に車を入れて歩いてったらですね、シャッターが半分ぐらい降りてるのが見えたんです。あれあらシャッター降りてるんじゃないか。どうしたんだそんなに来るのから遅かったかなもういいやいると、おぉ、お入って入って。うん。なんかこう入れてもらって、どうしたの店。 今日稼ぎ取りだったのに何,何い閉めちゃったの店うーんまあちょっとねそんなことも相談したくてさ来てもらったようなもんなんだけどもおうどうした食中毒でも出したいやいや縁起でもないこと言わないけどそういうことではないんだけどいや俺ね本当に前にもちらっとそんな話をしたことあると思うんだけどもともと俺はね 本当にその庶民的な、もっともっと庶民的な、もう場合によってはそれこそ街角にあるような食堂でもいいようなね。うん、そんな感じの店をやりたかったんだよ、本当は。うん、だからこんなにこう、いろんな番組であるとかいろんなもんにいろんなメディアに取り上げられて、いや、ありがたいと思ってるよ。ありがたいと思ってるんだけど、でも、 うんそうすることによって、もう予約は下手すれば1ヶ月びっちり埋まったまんま、うんっていう、この感じがもうちょっと平らくなくなってきちゃってさ。で、本当は今日も予約がびっちり入ってたんだけども、全部お断りしたんだ。うんちょっとね、今日を期限にして何日か休もうかなって思っててさ。 体調でも悪いのかどうした大丈夫いや体調はもう万全だよ体調は万全うん精神面でも何も問題はないのただねもう本当にもうちょっとこのああ今日もあんな忙しい思いするんだなうんなんかオマールエビがどうしたとかエクルミスがどうしたとか うん、スカンピラなんだとかっていうなんかその高級食材ばっかりをなんかこう毎日仕入れに行かなくちゃいけないっていう、うん、違うんだ違う俺がやりたいの違うな全然違うな違うなってもう思い続けてるうちにさそれこそお、うん、前の言い方じゃねえけどもなんかちょっと精神的に積んできちゃったっていうのがあってね先週のことなんだけども うんちょっと仲間と、えー、北海道旅行行ってきたんだよ。ええー、北海道へえー、いやほら北海道出身だろだっていやそ,そうだけどもほかどこ行ったのうんまあ知床行ったりねどこ行ったり、まあ、いろんなところへ行ってきたんだけどもその稚内の方へねずっと上の方へ上がっていくっていう途中でもってある一軒の うんまあ、小さな町なんだけどさ、そこへ寄ってトイレ休憩みたいなのを取ることになったんだわ。ほれで、じゃその間、外でちょっと、ハマチでもやらせてもらおうかなと思って、外へ出て、ハマチにこう火をつけて、周りをひょいっと見たら、もうさ、う自分のその、うん、理想の、いや、これだよ、これっていう、 感覚。うん。これなんだよ、俺が本当にやりたいと思ってたのはっていう。もう、そういう、その、うわーっとビジョンがこう湧いてきちゃってさ。そそこへ引っ越すことにした。急な展開だな、おめ引っ越すことにしたってなんだよ。相談じゃねえじゃないか、と。報告じゃねえか。えもう決めちゃったの。うん、決めた。えー えっと、ね、どの辺って言って、こう聞いてみると、ああ、なるほど。そう、あの町ね、わかるわかるわかる。昔ちょっと知り合いがいたかな、みたいな、そんなような町でした。小さな漁師町でした。で、こいつ本当に行っちゃったんですね。店畳んで。で、本当に行っちゃ長らくお世話になりましたなんて、張り紙がしてあった。なんていうの仲間内で、こう、そんなのが回りまして、うん、長らくお世話になりましたが、心身ともに疲れ果てたため、 えー、北の何さっけな北の地に赴きそこで生涯を、えー、追求したいと思いますみたいな何言って嫌なんだ、ね、みたいなことを書いてありましてそれで本当に言っちゃったんですねあっ言っちゃったなあと思ってそれで、えー、まあ本人携帯嫌いで携帯電話もほとんど持たない男でしたんでところがですねしばらくしたら見たことのない 電話からこう一本着信が入りまして「はい」って出たらやつなんですね「おどんどん携帯持ったの?」いや持った持ったさすがにこっちはねこの辺に住むのはねこれこんなんじゃダメだ俺だないと」うんなるほどねどう調子はいやーもう最高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 もうもともとねなんかその食堂だったというところを買ったんだわうんほんでそこをねなんか自分なりにちょっとこう改装してさ うん、で地元のいろんなその大工さんだとかなんかも手伝ってくれて。で、いやー、嬉しいなー、ここにまた食堂が再興するのはもう、本当に嬉しいなーって、みんな喜んでくれた。も、もともとね、なんかそのお年寄り夫婦がここで食堂やってらっしゃったらしいんだけども、旦那さんが亡くなって、で、奥さんだけじゃできないからっていうことで、なんか息子さんかなんかのところ行ってしまったと。それで、もう泣く泣くその店は閉めることになったんだと。 で、閉めた後も、まあ場所が場所なんでね、その後をついで、誰かが、じゃあ俺がこの店やりましょうなんて人も出てくることもなく、そのまんまその空き家だった。うん。だからもう居抜きみたいな状態でさ、サラダとかなんかも鍋なんかも全部そのまんまって。まあ使えるもの使えないものあったけどね。うん、アルマイトの、あんななんかあの、ほら、ハゲジャビ、ハゲジャビみたいにやかんじゃねえか丸いやつ。あんなんだとさ。 あんな、なんか、金色、色のなんか、アルマイトの鍋だとか、あんなのは使えないから、全部。ね、ちょっと、廃棄しちゃったけどさ。とりあえずだけど、うん、いいよ、地元の人にも愛されてね。さっそく常連さんいっぱいできて。いや、よかったね。よかったよかった。おめでと,とうおめでとう。うん。いや、自分が、本当にその人生動かできる場所ってのが一番なんじゃないうん、俺そう思うよ。よかったね。こう言ってました。 それで、その、ま、北海道に来ることがあったらぜひ寄ってくれということで、それ言われてたんですね。でもね、なかなかね、例えばですよ、その札幌に行く、岩見沢に行くっていうところまで行ったとしても、その街まで足を伸ばすっていうのは、かなり大変なんですよ、正直な話。1時間2時間じゃ行けないから、車で。だから、なかなかちょっと躊躇してたんだけど、ある年に行った時に、ちょっと時間もあるし、 行ってみるかなと思い立ちましたそれで、えー、やつに電話を入れましたすると「あかかってきたね」って言うから「いやかかるだろうどうした何で?」いやなんかね俺夢見たんだよ」ってねいやお前がねうちに来てくれるんだよ。来てくれるんだけどさなんかその夢っていうのは 今,今一つあるんだよな。んかあんまりいい,いようなこと聞く。どうしたんだよなんだよどうしたんだって、うん、いや <laughs>、うん、いい言ってはっきり言い,いよ言って。いや、本当にね、それ夢を見たんだよ。お前がうちに来てくれて、それで、うちで、なんかこう、花札やったりなんだりね、うん、そんなこと、花札、そう。 うん、やったりなんだりしてる夢なんだけど不思議なんだけどさもう一人いいんだよなって思うんですよ。ねもう一人いいんだよんでそいつがさ何することなくじーっとその横へ座ってさ例えば俺とお前が二人で向かい合わせて真ん中に座布団を引いて鼻肌,肌がパチーンカチーンってやってんだろとそれをさこう横からこう見てんだけどさなんかこううんうん。うーん うーん,うーんってずーっとうなってたよ何から気持ち悪くてさそんな変な夢を見たこの間ん <laughs> だよお前んだお前来るなんちゅうことじゃないいや行かないからじゃあねいやちょちょ,ちょ待って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 こっちに来てんだったら来てよ寄ってようんいや行こうかなと思って電話したんだけどいきなりお前電話口でそんな話し始めるからお前ええんだよお前ご挨拶なお前まあとりあえず行くから なんか何見印に行ったらいいとこう聞きましたら、国道をそのままずっと来てくれると、えー、途中にある、その街に入ります。街に入って少し来ると、えー、農協があると。うん。なのでその農協のあたりで止まっててくれ。そこから電話をくれれば迎えに行くからということでした。で、えー、そこへこう向かいまして、えー、何時間も何時間も何時間も走りまして、着きました。その農協のところへ。なので電話を入れました。 それと、ああ、分かった、今から行く、ちょっと待っててね。で、えー、まあ、電話を切って、5分、五6分待たされたから、それでと向こうからこう歩いてきましたいやー、なんか血色いいね。えー、なんか、顔色いいし、ちょっとプクっとしたんじゃないねえ。そう。もうね、体重がね、20キロ近く増えたの。マジだよ。 俺本当だってあの頃なんかさ、毎日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 お客さんに出すものを作るんだけど、ほとんどね、今になって考えてみればね、一日、おそらくだよ、ちっちゃいおにぎり一個程度しか食べてなかったな。うん。ほんで、まあたまになんかちょっとソースが残ったりすると、ほら俺たちにとってソースってのは命だからね。 だからそれながら残ったりすると思ってなくてさパンなんか残ってるとパンでチュキュッと鍋の炭なんかチュキュッと拭いてパッと食べちゃうようなさうんなことはしてたりしたけどもいやいやそっかそっか、うん、じゃあ助手に乗せて乗せましてそれで道案内するからっていうんで俺んち行こうっていうんですいやいやみみみみ店へ連れてくれよこう言ったら、ええ、休み今日はもうね 日曜日やらないの。ね。うん、それが健全だって、お前。うちの店なんかだって月曜日休みに土日やってんだろ前の店なんか、東京の店なんか。みんな休んでるときに、なんで俺仕事しなきゃなん,でんだよな、と思いながらやったら、お前、健康よくねえやつらな。だからもう俺は休んでんの。もう日曜日休み。うん。だから、行って、これ行って、そうあそ、あそこ、左曲がって、そう。そ自販機あるじゃん、そこ。それ左曲がって。 もうそういいなんだよ何か食わしてもらおうと思ったのになって「いや用意してある用意してある」こう言うんですね。<laughs> お前好きだった林ライス作ったんかいいえ悪いね」って言いながら運転してったやつこう右曲がって左曲がって右曲がってであるところこう左に曲がってずっと進もうと思うとアクセルグッと踏みかけたら「ああここ」って言うんですいきなり。でえー、ええええと止まってこう見てみると。 ものすげえ暴れやんですものすごい暴れやもう壁までとたんっていうういええって言いましたそしたら「ええ?」って何言ったら「いやだってお前だってお前ちょっと前までちょ,ちょっと前でもねえかもしれないけど都内で住んでたお前マンションってウォーターフロントかどうとかってお前 無駄な家の中,中にこんな段差のあるんだんだあれっていうのはもうひなたになってるみたいに変な部屋だったじゃねえか。変な部屋って言うなよお前。三十38万もしたんだな1ヶ月。ええー、そんなの住んでたよ確かに。うん。だけどもう今はもう俺はこういうとこに住む人間になったの俺は。うん。まあ車掃除置いてくれって言うんで置いてってやつはガラガラッと開けて引き戸をね。 入ってきましたはあなるほどねすごいね壁までトタンが張ってあってだよお前これ二審番屋じゃねえかお前だってお前波がかかること想定されてるもんなこれああいやそうかそうか風のある時は潮が来るんだここまでなへえ <laughs> 屋根の、屋根の上も、屋根の上のトタンが飛ばないように、石が乗っかってんの、これ。ね石が飛ばないように、なんかで止めてあんの。ほんま戦じゃねえ、なんか、それって。えすごいね、これ。え鶏が先かんなっちゃうね、これじゃあね。お邪魔します。一歩、玄関の中入る。叩きを見て驚きました。土間なんですね。土間。土です。下が。玄関の叩きがね。 ドマだねとおおドマだよ懐かしいだろなあガチの頃あったろ近くの家にあっ,あったあったあったうちの裏の長屋なんかはみんなドマだったよ、うん、すごいないやありがすー作ってんじゃないかえか大丈夫なのこれあまあまあ入ってくれよっていうんで彼はトントンと上がってきましたすごいあ高い上がりかまちそれを2つポンポン とえー、乗り越えて入ってったところが向かって左側の引き戸をカラカラカラッと上げたところ茶の間になってる真ん中に茶ぶ台が見えてそのうも奥の方がキッチンになってるようでしたねそれであじゃあ上げてもらおうかなと思いながらんって何気にその自分の今目の前にあるこの右側に相当する該当する部分に目をやってギョッとしたんですそこにそのまあ 当たり前に、まあ、半減のねこう引き戸がそこに一つあるんですけどまあまあドアだろうな多分なこれなと思うような形状でしたでもともとドアノブがあったであろうなと思うところにはノブの姿はなくてですねそこにポコンと穴が開いて中に切り紙が押し込んである状態し何よりも驚いたのはそのドア自体がこんな3センチぐらいの間隔でバタバタバタ バタ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 バババタタタって釘が打たれてるっていうことなんですんだこれ鎧戸みたいになってんじゃんえ開かないよねこれどう考えたっていやすごいなおいへ おな何してんのおお、うん、あそれ入るわお邪魔します」って言ってこう上がってきましたそれと昔の家の匂いがするんですね何とも言えない木の匂いなのか何の匂いなのかお便所の匂いなのかそれは分からないけどもいろんなものが混じり合った匂いがしましたよそれでまあそこへこう座って相変わらずの、ね、な東京だ埼玉だに住んで空気の悪いところへ お前だって、お前、ちは北海道なんだから北海道帰ってくればいいのにみたいな話をされたり、うんまあ、ぼちぼち、飯でも食うかっていうんで、その林シライスを出してくれたり、なんだりして、こう、時間がどんどん経過していきました。外は真っ暗。酒、ちょっとね、お前、好きだって聞いてたもんだからさ、天狗米買ったんだよ。ちょっとやるえ,え天狗おぉ、いいね、いいね山、はい。山灰山灰あ、純米。うん。えいええ、何でもないよあ。ありがとう、ありがとう。 笑ってグーッと飲みましたうんまあまあ飲んじゃったしな泊まってくだろう今日いいかいいあ悪りわりじゃあちょっとそうしてもらおうかなさすがにこの距離日帰りはきついわうんとこんな話をしててふっと思い出したんですお前さあのー、一田言っていいうーんうん何でこの隣ってこれ これにも部屋があるんだろうこれ部屋おお。部屋じゃねえか多分多分ってなんだよいや知らないんだよだから知らないとか多分とかそれ意味わかんないどういうこといや俺がねここの物件をね初めて借りるっていうことに借りてんのこれえ <laughs> ちなみにいくらなのこれ <laughs> 5000円なすごいな うん、ご割わり割り、すいまん。いや、借りるって言って、ね、その大家さんがね、この近くに住んでんだけど、こう来てくれて、お宅ありで、あのー、一人住まいけって言われたから、あ一人です。荷物は多いんだべか。いや、ないじゃないです。あの、荷物はね、全部東京にあのー、置いてきたんですえ。全部処分しました。なので、こっちでね、ちょっと適当な家具屋さん、あの、どっちにしても探して、 必要なもんだけ買おうと思うとああ、そっかい。あしたらいいわ。したらちょうどいい、ちょうどいい。そしたら、ここ、いいしょ。ここ、入んなさい、あんた。ね。うん。家賃も、5000もくれればいいわ。まあいい、まあ、家賃も何もいらんさ。今月末から持ってきなさい、うち。うちわかるでしょ。そこ入ったところね。そう持ちくれればいいから。ね。うん。ところでね、えっ、ー、と、これ、これ、部屋なんだわ、これ、ここ。うん。いやいやいや,いや、飽きるんだよ。 使うけ、使わねえな。使わねえべ。な、使わねえでくれ、これ。な、したから、うーんと、とりあえずちょっと開けないでって。ね。っていうなり、どっかからか、その、釘と、えー、トンカチを持ってきて、その日の日こうちに打ってったんです。中 <laughs> も確認しなかったの、お前と。うん、別に、だって荷物ないしな。 いやそういう問題でなくてよ。うん、危篤な男だねお前は。ったくお前。でまあこんなことを言ってました。ほんでまあ同じその家の中に開かずの間があるのはどうなのよとか、まあ、いろんなことをこっちの方からもこう提示したんですけど本人が全然打っても響いてこないわけですよ。 おいやー、したっていいんだわ。別に荷物なんかそんなないんだから、俺なんか一人暮らしだな。あ、もういいいい、わかったかった。いいじゃ、うん。お前がいいんならいいじゃん。うん、うバカバカしいな、んこと。お前がいいっつうのに俺が一生懸命、物言ったってしゃあねえもんな。うん、わかったかったって言って。で、夜が更けて寝ることになりました。二人でゴロン、布団を敷いて、俺が右側、彼が左側でした。その、さっきまで、 ご飯食べてたのその茶の間その茶葉台をどけまして布団2つ飲めまして薄い布団にくるまりましたゴロンっていうことになったふっと上を見ると上にはもうどこの家にでもあるような1,000円ぐらいこれいくらぐらいするのっていうようなペンダントライト中にこう輪っかのね蛍光灯が2つ入ってるでそんなのが下がってるんだけどもう寝るからっていうことと思ってオレンジ色の常夜灯だポンとこうついてる。 そののついててるをと,と見ながらものを考えてました人間の人生っていろいろあるんだな本当にあれだけあれだけそれこそもう有名店だって言われて閉店した後だって雑誌で随分騒がれてたもんな突然の閉店だなんか店主の失踪だなんてそのこと書いてるような取材誌もあったけども。 ああ人間わ分からんもんなどこでどうなるかなんていうのあんと思いながらこう天井をじっと見てたらですねその上野灯を中心にしてまるでその天井自体がぐるんと回るようななんとも言えない気味の悪い雰囲気に襲われましたで「うわっめまいか!」と思った途端目をつぶってもつぶらなくてもほぼ。 その同じ同一の映像が見えてきたんです。その映像というのは、絶対に見えるはずのない、開くはずのない、隣の部屋の中の映像でした。何かを中心にして、真っ暗なんですよ。真っ暗なんだけども、何かを中心にして、その周りを一人の男とおもしき人物が、ぐる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 と回って歩いてる。そんなに、うー、速いスピードではないんですね。ゆっくり。 くりくりくりブツ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 と言いながらこう歩いてるおなんだろう隣の部屋の中だろうこれいややばいやばいやばいこれと気合わせたらやばいと思いました気を合わせるっていうことですね目を合わせる気を合わせるってあるでしょ気を合わせるダメだダメだダメだでももう手遅れでした バチッとその隣の部屋の中にいる人物と気が合いましたその途端ドーンと金縛りになって身見事ができなくなりましたするとその隣の部屋にいた男はその部屋からスーッと出てきた扉を開けるわけでもなく何でもなくその扉をまるで透過する,かするかのようにスーッと出てきて廊下にまずポンと出ました正座したままでした 正座したままの状態でこちらに向けてスーッと滑ってくる。今、我々が寝てる部屋もこうガラスとか閉まってますから。それをガラガラっと開ければ廊下なんだ。だけども、それが閉まってる。その閉まってるガラスとスーッと擦り抜けて入ってきた。そして、今、金縛りになって、もう見動りできない俺の顔を真上からずーっと覗き込んだんです。その途端、 もう声にならない声を上げて全身に力をこもめてーもうその悲しりから、えー、解放されましたそしてその勢いを借りて上半身を布団の上にうんと起こしたら隣に寝てたらこいつも同時にうわっと起きてきたんですうわびっくりしたのお前うわうわでうわ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 う お前もお、男だめ。お前もか。うーい、やあ、前言ったら、ちょっとちょっと電気つけて、電気つけて。つけて、つけて、早く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 。電気パチッ、つけてもらって。お前、これはあんまりだぞ、お前。こんなことしょっちゅうあんのか。いやー、まあなんか、身ごり通れなくなったりなんだりってことはあるにはあるんだわ。したけど、こんなこと初めてだな。うん、部屋入ってきたもんな。こう言うんです。 ほんで、もう、気味悪くなっちゃって。これはダメだな。これはもう、お前、部屋出た方がいいよ。ってのことを、こう、言い出したら、奴が一人でブツブツ後ろ、俺に背中を向けたまま、ああ、うん、と、やる。つやって。ほんとお前。なんぶブツブツ言ってるんですおい、聞いてるその話。って言っおお聞いてるけどよ。俺、頭しちゃったよ、俺、ほに。いくら月五千円だとか言えだよ。家賃を払って住んでるのは俺なんだからね。そうだろ あいつにあんなお前勝手に家の中歩き回れ,れるようなそんな覚えはねえんだよ俺は。頭に来た。俺は明日の朝になったらもう隣の日開けるって言い出した聞いても言っても聞かない。ほいでもう朝になるともう朝6時にもなったかなんないか,なないかでしたね。外の戸をガラガラピシャーガラッピシャと開けて閉める音で目が覚めました。というやつがちょうど戻ってきてきた,来たところで。 どこかから持っってきたのがこんなにででいバールですね要はあの釘抜きそれをこう手回してきたみたいでそれを持ってきましたほれでその扉にドーンバリバリドーンバリバリこう隙間に入れては煽ってこう上げていくわけなんだけど開いていくというよりももう建具自体が古いしでこう3センチ近い近いところに釘打ったあもんだから開くというよりもボロ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 って壊れていくわけです。 そのうちにそこに人が一人入れるぐらいの大きな穴がありましたそこから何にためらうことなんかやつはスルッと入っていっちゃったんですよでうわー入ってったよおい大丈夫かよ中を覗いてみると内側からもその窓に板が貼り付けを打ち付けてあるんだけども所々に開いた隙間そこからスーッと日の光が入ってきてやつがあることによって立ったであろう埃が。 その光にこう反射してキラ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 ッとしてるんです。で、やつはある何かの前に仁王立ちしました。おい、ちょっと来てこ、こいや、いいやだよ、俺はいや、いいから、ちょっと来てから頼むよ。おーって言いながら、そこからショコンが入ってきました。すると、やはり昨日,昨日夕、夕べあのまぶたの裏の映像で見た通り、そこには一つのしゃぶ台が置いてありまして、そこの上には、 白地のお祝いそのお位牌の前にはご飯茶碗の上に丸く盛らわれたご飯もかみカピカピになってましたけどそこに箸が2本ずっと刺して置いてありました。あもうなおほら何かあったんだってこの家よっぽどだよお前よっぽどだよこれはただのねもう自殺とか何とか損じゃないとほら思うよ。部屋出た子行って ということで、さすがのその男もそれにはちょっとこう動揺したようでですね、すぐにその,その部屋から出たようでした。で、実はその男とはですね、えー、それ以来その、えー、しばらく連絡がなかったんです。ところがある日のこと、えー、あるちょっと柄の悪いものからうちに連絡がありました。 中村さん、えー、中村マッサーゾーさんでいいのかな俺いや俺なマサミだけどもってなんだお前誰ああおいきうきようがい小田君何々さんって知ってんでしょ」ほんなんにおうおレストランやったら「ああそう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 」とやるね、あのー、向こうの、まあ、港町からさ札幌で来て店あるから」っつって「うちちょっと金出したんだあそれ回収なんねえからあんた補修になってから頼むわ金」 こう言ってきたん会ううことになって「うんいやいいやいいや」青や会おうや」って会って,会って、まあ、結局俺にはそういう負の義務はないからっていうことをこう独特と,と,とちゃんとこう説明してですね丁寧にですね説明しましてそれで奴らは帰っていきましたそれ以来奴とは縁が切れましたうんどうもその後とそんなことばかりをこうやってたようでですねいろんなところで人間関係を崩しているようですはい で、そこの家自体は、それからしばらくして行ってみたんですが、丸焼けになって、焼けぼっけになってました。何軒も同じような家がたくさん並んでるとこだったんだけど、奴の家だけ燃えて、炭になっていました。なことなんですね。やっぱりね、なんかその、一番最初にその知り合った時にも、やっぱりなんかそういう山っ気のある感じのところへ顔を出してたでしょ。で、その後にも、なんかそのやっぱりギャンブル系が抜けなかったのかね。 うん、一度こう踏み外したものってのだから戻らんのかもがからんね、うん、そんなお話でございました「ワンキー中村ワンキーアワー」チャンネル登録お願いします。